様こんにちは。ホセルイス渋谷店長の佐藤光です。このお店は2019年の11月渋谷スクランブルスクエアの開業と同時にオープンいたしました。今回ご紹介するお料理は濃厚エビ出汁のフィデアでございます。フィデアというのはもともとスペインのカタルーニャ州の郷土料理でございまして、お米の代わりにパスタを使ったパエリアでございます。細いパスタや短いショートパスタを使ったパエリアでございまして、スープの旨味をギュッと凝縮させたパエリアになっております。鉄鍋で炊かれた熱々のパスタは表面はパリパリで中はもっちりとした食感のスープの旨味が凝縮した濃厚なエビ出汁のパエリアでございます。合わせるワインは DO ウティエル・デ・ケーラのパッションデ・ボバルでございます。エチケットがとても可愛らしく、お客様にも大変好評なワインでございます。外観といたしましては非常にちょっとやや濃いめの濃厚な色合いをしているんですけれども、タニンはすごくまろやかで、味わいの果実味と酸味のバランスがとてもいいワインだと思います。比較的どんな料理にも合わせやすいワインだと思います。当店のフィデアにはですね、アイオリソースがついておりまして、このアイオリソースをこちらのフィデアに加えることで、ボバルの果実味がより引き立って、とてもいいマリアージュをするんじゃないかなと思います。他にもバレンシア風のパエリアや、イベリコ豚を使った料理などもご用意しておりますので、そちらの料理にもとてもこちらのワインは合うのかなと思います。ホセルイスはもともとスペインのマドリードに本店がございまして、スペイン王室御用達の伝統と格式のあるレストランでございます。渋谷ホセルイスはそちらの日本初出店の店舗でございまして、スペインの伝統的な料理と日本の革新的な調理法などを融合させて、日本人のお客様向けにとてもスタイリッシュなスパイシー料理を提供しております。そして料理とこちらのパッションデボバルをぜひ合わせてお楽しみいただければなと思います。ぜひご来店をお待ちしております。